この扉を開けて。開くの？大丈夫？ううってなんかセコムなんない？何をしているのかね？ほら来た。君、今私の人の家の前で勝手に入ろうとしていたね。まさか今まで泥棒が入ったことあると思ったら君か？みたいな。早かったですね。赤ちゃんは生まれましたか？そう、そこ気になるよね。何だったんだろう。ああ、生まれたよ。あれかな、この感じだとあれかな、母親がこう、体が弱ってたとかなのかな。それでこう、難産で、母親死んじゃったとかそういうこと？ああ、生まれたよ。というか、私が病院へ着く前に生まれていたよ。何もたもたしてるのよって、嫁さんに怒られて、ははは。まあ、全然違った。なんだかすれ違いだったみたいですけど、よかったじゃないですか。おめでとうございます。そう思うかね。本当は私はな、私は忘れられないんだ。死んでしまったあの子が。まあそうでしょう。え？って。帰ってくれ。そうだったのか。そうでしょう。いや、隣の家の本を貸し借りしてたお前よりよっぽどですよ。帰ろう、おうちに帰ろう。そっとしといてあげよう。旦那にはいつも世話になっている。どうにかしてあげたい。だがどうしたらいい？考えろ。雨かな？雨の音がする。外に出るか。逃げるな。違うの？旦那のためにできることを考えるんだ。身の回りに何かヒントはないだろうか。よし、じゃあお得意の本を見よう。青い鳥。幸せはすぐそばにある。違うな。心の手紙。あ、手紙を書くか。一字一句丁寧に。手紙。よし、手紙を書こう。もちろん書くのは私ではない。あの子を呼びに行こう。ああ、幽霊の喋れんのかな？あ、ありがとうって喋ってたもんね。あの幽霊の女の子の言葉を手紙に綴って、お父さん大丈夫だよみたいなことを言ってあげるってことか。手紙で。あ、来た。やあ。今日も来てくれたんだね。あ、夕方なのか。実は君に頼みたいことがあってね。お父さんに手紙を書いてほしいんだ。最近お父さんが元気なくてさ。いいかい？私は彼女に字を教えながら一緒に手紙を書いた。彼女が書く一字一句には、あ、書けたんだ。本人書けるんだ。ペン持てるんだ。本物の思いが込められていた。まるで2年前、この子が生きていた時に戻れたかのような、久々に安らいだひとときだった。ありがとう。確かにお父さんに渡すからね。それじゃ。本は貸してあげたのかな。 めっちゃ本借りたかったのかもしれないじゃん。待ってくれ。君はあの時、あ、言うんだ。死に際のこと。私が会いに行かなかったことを怒ってはいないのか。ああ、死んだってことを理解してないんじゃないのかな、幽霊。よくわかんない。まあそうだよね。何をそんなに怖がってるの？私は後悔を恐れているんだ。君は
愛されていたと。私も君のパパやママと同じように愛していたと君に言えずに死なせてしまったこと、最後に伝えられなかったことが悔いても悔やみきれないんだ。難しくてよくわかんないけど、私は好きだったな、お兄ちゃんのこと。ええ子やん。え、たくさん本を貸してくれてありがとう。漢字を教えてくれてありがとう。今までありがとう。ああ、成仏してしまう。ありがとう。まあでも言えたからよかったかな、成仏。あ、言ってしまった。まあこの主人公の心の中に存在してた幽霊だったかもしれないしね。こいつの中でなんか踏ん切りがついたのかもしれない。心の中だ。あ、これはもしかして兄貴か。めんどくせえ兄か。ふるさとに住んでいる実の兄。私がサラリーマンを辞めるときに親身になってくれたが、この2年連絡を一切取っていなかった。まあ、なるほど。あれ、まだ帰れない。まだ他にも話しかけなくちゃダメか。あ、こっち行くか。おー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 、どうしたどうしたどうした。女の子を調べたらなんか、どうした。ん、私もこの子から学んだことがある。すべての物事を難しく考える私に、単純に好き嫌いで判断して良いことを教えてくれた。うん。私も昔は子供だったのに、いつの間にかその心を失っていたのだ。ありがとう。はやっ、あ、全然関係ないとこ行った。もういいのかな、帰ろう。私の心の木は枯れている。進めましょう。ここに猫は登場しないんだな。別にいてもいいのに。旦那にこの手紙を届けよう。受け取ってくれるかな今。もうちょっと経ってからの方がいい気もするけどな。でもまあ早く解決してあげた方がいいか。鍵がかかっている。ポストに入れとこう。じゃあポストに入れておけばいいか。でも確実じゃないからな。コピー取れるんだったらコピー取った上でここに置きたい。元気になれよ旦那。誰かのいたずらかと思っちゃう可能性もあんだよね、こんなことしたら。まあいっか、仕方ない。やれるだけのことはした。本当にそうかな。もっとあるんじゃないのかい。とりあえずゴミ拾いの手伝いをしようよ。私の自己満足だろうか。まあ半分はそうですよ。いや、そんなことはない。必ず分かってくれる。そんな単純なもんかな、旦那の心って。そう信じよう。トントンじゃなくてドンドンって感じに聞こえる。旦那かな、もしかして旦那かな。誰だろう。はい、はいはい、失礼するよ旦那かな。やっぱな、君何のつもりだねとか言いそう。この手紙はどういうことかね。君がポストを入れるのを見かけたので急いで開けてみれば、娘からの手紙だった。私宛てだ。その手紙は本の間に挟まっていました。まあそう言えるか。よくここに本を借りに来てたってことは、なんて言うんだろうな、病気は多分進行してただろうから、死んじゃう前にパパに手紙書くんだっていうつもりで書いてたって言えるか。きっとあの子が病の淵で書いていたのでしょう。うん。あなたへの最後の手紙です。読んであげてください。
ここで読むのか。普通こういうの自分で一人で読みたいもんだと思うけど、まあいいか。君のおかげかな。ほら、こんな難しい漢字が書けている。学校に行けなかったあの子が。あの子が生きていればきっと良いお姉ちゃんになれたんだろうね。君が見つけてくれたおかげだ。ありがとう旦那。旦那、物分かりが良すぎるけど旦那。また病院に戻るよ。そうだよ、今度はその分兄弟を可愛がってあげなきゃね。新しい子にちゃんと挨拶しないとな。本当だよ。お父さんだよってね。私はもう大丈夫だ。今度は君の番かな。え？まあもともとなんか暗かったんだろうけど、隣の子が死んでからもっと暗くなってそうだから、それは多分見てわかるよね、さすがに。よかった。本当だよ、物分かりのいい旦那で。今思うと、あの子の幽霊は幻だったのではないか。うん、俺もそう思う。私の罪悪感が見せた。何にせよこんなすがすがしい気持ちは久しぶりだ。きっとノイローゼも回復に向かうだろう。誰に話そうかな。この女の人の幽霊、まだ物語に一切関わってきてないんだけど、誰なの一体。何も話進まない。旦那かな。ちょっと旦那に話そう。隣の家の旦那。お。ドゥリリン。私は間違っていた。あの子が死んで一番苦しんだのは私などではない。旦那はこの2年、私なんかよりもずっと苦しんでいた。そりゃそうだ。だが旦那は新たな一歩を歩み始めた。そうだ、旦那すげえぜ。私の心の気は未だに枯れたままだ。少しはなんか変わってくれてもいいんじゃないのかな。ちょっとこう新芽が出るぐらいは。だが珍しく気分はいい。あん、いいんだ。進めましょう。しかし数日後、私は驚愕することになる。